第1回 IWGP の前田明。月刊プロレス1983年5月号では猪木が前田の IWGP 参戦について次のように語っています。イギリスで欧州ヘビー級チャンピオンになった前田明選手も参加しますが、正直言って1年ほど早い気もするね。まあ本人がすごく力をつけているし、ぜひ日本マットで力を試してみたいというから、前田のためにあえて試練の場を与えるということですよ。この世界はそんなに甘いもんじゃないからね。でもね、この体は魅力だね。日本からもこれから120キロ、195センチ級の大型レスラーがどんどん出るようになると楽しいね。またそうならなければいかん。そんな意味からも前田の成長は期待しているんだ。あいつは面白い。セコンドにいて相手にパンチを見舞われたりするとムキになってぶつかっていく、なんていうのかな、根っからの格闘技者だ。そういうガッツの持ち主でなくてはプロレスラーとして体制はしない。この号の鈴木翔一のプロレス辞表の中でも前田の IWGP 参加について取り上げています。 IWGP の参加レスラーに欧州ゾーンから前田明が出場。1年前は新日本プロレスの前座レスラーだった前田が、いくら欧州ヘビー級選手権者となったとはいえ大抜擢だ。時代が変わりつつある照明化、これで IWGP は新しい魅力も出る。大型の前田には専門家筋では体よし、マスクよし、それにパワーとテクニックもあれば期待をかけるのは当然。スケールの大きなテム、ポスト猪木の再右翼になる可能性は十分と早くも見る。猪木は後継者は誰と決めない。その時点でトップの実力者がなろうという。前田の抜擢出場は他のレスラーの大きな刺激になるに違いない。受け継ぐものは育っている。月刊ゴング1983年6月号、山本虎鉄の IWGP を10倍楽しく観戦するガイド。山本は月のように語っています。なんといっても IWGP ナンバーワンカードは猪木対前田です。とにかく新日本プロレスが今一番期待しているのが前田明。彼が出世するもしないも全てはこのシリーズの結果、特に対猪木戦となれば前田の進化が問われるはずです。そんな意味から私はあえてあまり優勝決定戦には関係ないかもしれませんが、猪木対前田を推薦します。デラックスプロレス1983年8月号、関係者レスラーが作るページでは前田が全公式戦を振り返ってコメントしています。自分の思惑通りに行きました。メキシコのレスリングとイギリスのレスリングは正反対でしょ。だからあっちも面食らったようで、場外でのラフなペースに持ち込もうとしたのですが、自分がそれに乗らなかったから焦ったみたいですね。とどめはスロイダー一発。開幕戦のタッグマッチでもベラを一発で仕留めているので自信はありました。とにかくスープレックスを試しに狙ったところがディストのグリップが取れないんですね。それじゃあどうしようかというんで考えた時に、コーナーからミサイルキックを一発かまそうと思い襲ったのですが、アンドレが近づいてこなかったのでこれも不発。そこで市川しかのフライングニールキックを出したのですが、あれは意外と効いたですね。その効果に自分でもびっくりしたぐらいです。結局5分ちょっとで負けたのですが、試合後に勝ち誇ってるやつに対しもう一発見舞ってやりました。えへへ。アネックは意外と元気なかったですね。対戦してみてどうしたんだろうなって思いました。
相手が超大型ばかりなのでやる気をなくしたのかもしれませんね。でも自分がグラウンドに持ち込むと、その動きに対抗してくるあたりはさすがにプライドの高い男ですね。最後は実戦で初公開のハーフハッチがズバリと決まって勝ち。この試合は作戦負けというかずるさに負けたという感じですね。このずるさは小沢さんがアメリカでのレスリングから身につけたものなのでしょう。ロープに足を取られてのカウントアウト負けですから、どうにも負けた気がしないですよ。足蹴りが効果あっただけに無念の一言です。小沢さんは意外とキックに弱いみたいですね。連日の日本選手との対戦で今度はピンフォール負け。この連敗は痛かったしショックでした。ニードロップを自爆したところを一気に勝負に出られて、ラリアートからブルドッキングヘッドロックでやられたのかな。完全な作戦ミスでした。あの人も国際でトップを張った人だから、試合運びに抜け目がないですね。自分の攻めを受けながらスタミナを温存しておいて、自爆など隙を見つけてラッシュするというペースにハマってしまったようです。実を言うと、俺の後ろ回し蹴りが木村さんの顔面にもろに入って、木村さんの前歯が3本折れたんですよ。イギリスでも何度かあったのですが、日本では犠牲者第1号になるのかな。何しろ自分のシューズに穴が開いて、皮膚にまで傷ついたほどですからね。これ本当の話ですよ。やはり力負けですかね。オーガンというと、彼が初来日した頃、自分が猪木さんのセコンドについていたのですが、その時のホーガンのイメージが残っていたんですね。不器用で試合運びが下手くそで。ところが現在のホーガンは上手くなっているんです。自爆というか、自爆させられたというか、フィニッシュのアックスボンバーは強烈でした。この選手は苦手なんですよね。なぜだかわからないけど、こと力に関してはホーガンより上ですね。力の面で言えば、アンドレとホーガンの中間というところです。強力という表現がぴったりで、とにかくやりづらいです。この時も攻めあぐんだ挙句、ポストからミサイルキックを狙ったところが透かされて自爆。そこをエルボーだったかな。落とされて一巻の終わり。結局、アンドレ、ホーガン、スタッドと、雷神の超大型3人には全てフォール負け。まだまだ未熟ですね。倒せないまでもスープレックスを仕掛けてみたかったな。この試合は今でも信じられないことだらけ。原爆固めが決まったのに、ワン、ツーで跳ね返される。まだここまでは猪木さんだから精神力で返すだろうと計算に入れていました。ところがドラゴンスープレックスを決めても、ワン、ツーで跳ね返された時はもう呆然としてしまいました。ふっと気を抜いた時に、あの円錐切りが飛んできた。スープレックスのことですが、フォームを改良するなど、ちょっとした工夫でもっとスピードが乗ると思うんですよ。あの時ももう少しスピーディーに投げることができたらどうだったかな、という後日談ですが、とにかく実践の勘というか、すごいものがありますね。考えて動くのではなく、自然と体が動くんですね。技を仕掛けてもすぐに切り返されるし、張り手の時も一発来たら5発返してやろうと思っていたのに逆にやられてしまった。でもいつしか猪木さんの壁を乗り越えてみせますよ。アンツは同じヨーロッパ代表なのですが、あまり興味のある相手ではなかったですね。あの体型だし、スタミナもなさそうだし、いい試合は望めなかったでしょう。月刊プロレス1983年6月増刊 IWGP 特集号で、前田はリーグ戦全体を次のように振り返っています。もっと点数稼げると思ったけど、やっぱり1年ちょっとの海外修行じゃ短いね。でも経験するってことは目に見えない財産になるね。アンドレ戦、猪木戦、カーン戦と自分なりにいい勉強になった。プロレスのゴールはとてつもなく遠いところにあることが分かっただけでもいい経験だった。来年もぜひ参加してみたい。